はい、どうも。戦略41ターン。戦況は、このターンで北京に攻め込みます。そして、ハワイ攻略部隊はここですね、日本を通って北京攻略部隊に合流したいと思っております。まあそんな感じですかね。はい、ではやっていきましょう。じゃ予算投入をして、開発予算も投入します。 MS と MA に多めに投入してますね。はい、でプランもらいましたね。これですね、陸戦用100式艦隊、これはまあかなり強いので、まあ投入しておきましょう。あとはあとこれだね、ゼータプラスのプラン、これも投入しておきます。はい、で、特別プランで、まあ、資金徴収を、まあ、計画的にやっていこうかなと思います。ティターン像を打倒するため諸君のお金を貸していただきたい。了解しました。返す気ないけどね。はい、で、北京攻略作戦、我々はこれより北京攻略作戦を発動する。目標は東アジア北京基地である。諸君らの健闘に期待する。はい、で、まあ、これを向かわせます。今アライメントこんな感じですね。はい、で宇宙では生産を少し、まあ、とりあえずをね、まあ、作っていこうかなと思います。こっちでも、まあ、近々宇宙でも作戦があります。で、まあ、指揮官が必要だなというわけで、偏見を解任していこうかな。まあ、誰か配属しておこうかな。マニティかカラスか、いや、リードにしておくか。はい、じゃあこんな感じしよう。北京はどうですかね。確か12部隊だっけ。増えないですね。じゃあやりますか。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。ジム2とハイザックがメインですね。アシュマーが1部隊いると。増援はなし。じゃあやりますかね。なんかこの間委任にした時に、なんだっけ、ディッシュが倒されちゃったっぽいので、だから策敵を、まあ、計画的にやっていかないといけない感じですね。まあ、ここをですね取っておいて、まあ、この補給線を利用して戦います。まあ敵部隊もそれほどではないので、まあ大丈夫じゃないかなと。この戦力でもやっていけると思います。次のターンでこの拠点を取ると。さあ押してくるか。まあ、かなり奥の方まで来ましたね。はい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 、なるほど。でも大したことない攻撃か。よし、じゃあやっていくかな。では索敵を、うん、この辺コアブースターとかですね。なるほどな。とりあえずここは埋めておきたいですね。ここと、まあ、こんな風に埋めて、結構取ります。索敵もここまでしかできないか。まあできるところからやっていこうかなと。ちょっと攻撃しづらいですね、このジム2に。あんまり集中狙いできない感じか。で、まあこんな風にしようかな。あ、でもこれハイザックが1部隊いるのか。じゃあここにしようか。で、マッコさんアップして、ガルダはここに置いておきましょう。まあ、誰か狙ってくるかもしれないですね。アッシュマーあたりがね。
まあ、これでやってみようか。私を軽視した報いを受けるのです。この意味が最近分かりましてね。これ多分ヒロイン扱いしてくれないことに対するこの怒りなのではないかという。微妙ですねこれはね。貴様を軍法会議にかけてやる。これの意味は相変わらず分からないですね。これいけるかな。よしよし、いい感じだね。私が指揮したんだ、当たり前だ。さてどんな感じかな。だいぶ固まってる感じか。ガルダに集中狙いかなぽいですね。これは墓地の防御します。見ようか。さあどんな感じかな。危ない危ない。よし、このターンなかなか引きつけてくれました。ではここで、索敵をかけて、うん、いい感じだね。でさらにここでも索敵をして、うん、ほとんど索敵したかな。アッシマーがここにいますね。よし、ガルダ退却します。散布はしない方がいいかな。うん、あえて散布しないでやります。こちらの攻撃の命中率下がっちゃうんでね。で、まあ、集中狙いするか。まあ、これでやってみようかな。着実に数を減らしておきたい。さあどうだ。このアッシュマ厄介だからね。うん、これはいい感じだね。実質あと6部隊ですね。上の方にこう回り込んでくる感じか。はいはい、なるほどな。うん、このターンはまあしのいだ感じですね。あ、ハイザークカスタムか。これこいつは厄介だな。上の方を叩き落とすチャンスであるんだが、いけるかな。まあでもいけるか。まあ考えますか。よし、ではまずとりあえずこれか。ハイザークカスタムに攻撃を仕掛けていくと。でこのハイザック2部隊もまあやっちゃいたいかなっていう気はするね。まあ今狙い目ですねこれはね。よし、まあこんな感じかな。よし、じゃあこれでやってみようかな。あ、ここに食らわすか。うん、確実にいこう。これでいこう。さあ目標3部隊。さあどうですかね。あ、反撃しないですね。うん、よしよし、これいい感じだね。1部隊倒して1部隊無力化と。これは仕事しましたね。さあここですね。ハイザックカスタム厄介ですからね。ここはなんとかしたい。うん、これはいい感じだね。よしよし、実質あと3部隊ですね。ここもしのいだかな。はい、じゃあまずこのハイザックに追い打ちをかけるか。そしてあとこれですね。これはファンファンを、今地上にいるからね、ファンファンとトリアエーズを使いこなすの結構楽しいね。で接近して、まあこんな感じかな。よし、さあいけるか。これはいけるね。うん、いや悪くないね。よしよし、さあ戦闘可能なのは実質1部隊ですね。
戦闘を中断します。うん、まあいい感じにやりましたね。報告します。連邦議会においてジャミトフの提出した法案が可決されました。これによりティターンズの戦力が増大しています。連邦軍全てが敵に回ったか。この戦い厳しくなるな。はい、というわけでじゃあ続きをやっていきましょう。ハワイ攻略部隊が来てますので、まあ、これを向かわせます。はい、で特別プランで、資金徴収、資源徴収と資金と資源の略奪をこれ全部やります。了解しました。まあ、これをやることでアライメントがゼロになっちゃうんですけども、ついに略奪を行い始めました。エウゴは了解しました。悪すぎる。こんなことでいいんですか。こんなことでいいですか、エウゴの皆さん。まあ、ゼロになりましたけども、まあ、これは後でうやむやになるのでボーダーが来ますけど、まあ大丈夫です。はい、ではやりますか。はい、じゃあやりますか。ちょっと増えたけども、戦闘を再開します。これは日本から来たやつだね。これだね。他には何かあるのかな。あ、なんか来てますね。航空機が来てますか。なるほど。ではやっていきましょうかね。ここを抜かせるわけにはいかない。まあ、これはいけるでしょう。敵部隊沈黙、第一戦闘配置を解除する。落ちろ落ちろ落ちろ。最後はあれだな、ゼロが持ってくんだな。最後の事務通しぶとくない。よし、これで終わりだね。邪魔するからいけないんだよ。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。情報部よりティターンズの軍事作戦に関する情報がもたらされました。ティターンズは宇宙艦隊を編成し、大規模な軍事作戦を計画しているとのことです。北京の制圧により、我々はアジア地域のティターンズに対抗するための拠点を手に入れました。これによりインド方面への進出が可能です。マドラス攻略作戦を提案します。報告します。参謀部より敵軍拠点に対するコロニー落とし作戦が提案されました。緊急事態です。我が軍に対する暴動が発生しました。これにより我が軍の作戦遂行能力に支障が出ています。暴動鎮圧まで新たな作戦行動は行えません。ご注意ください。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。開発部の提案をご覧になりますか。これはなんだ。ああ、はいはいはい、ハイパーメガランチャーのプランですね。あとネモ2のプランですね。諜報部より敵軍事技術の奪取に成功したと報告がありました。はい、まあいろいろ起きましたが、とりあえず、まあ、次のプランここですね。マドラス攻略作戦は 1,2,3 ターン後に実施すればいいのかな。まあ、それまでに、まあ、暴動が収まってれば問題ないと。まあそんな感じですね。で、まあユーラシア制圧を進めていきます。これは予算投入しておこうかな。で、ネモ2のプランなんですが、まあネモ2自体は優秀なんだけども、しばらく見送ってもいいかなという気はしてます。まあ特に今すぐ必要なわけではないのでね。緊急事態です。ティターンズ艦隊が月軌道上に侵入してきました。ティターンズの戦力は強大です。アーガマにはグラナダ防衛に当たってもらうべきではないでしょうか。これはイエス。了解しました。アーガマに命令を通達します。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。これは、あ、来ましたね。完成しました。ちょうどいいタイミングです。アレキサンドリア、
と、ゼータプラス、あと陸戦用百式回。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。開発部の提案をご覧になりますか？どれどれ。あ、これはゼータプラスの、バリエーションですね。 MSZ-006A1 の火力強化機体を火力強化型機体を開発する。頭部にハイメガキャノンを装備し大幅な火力向上を実現するとともにその有用性を検証する。諜報部より敵軍事技術の奪取に成功したと報告がありました。まあいろいろ来ましたね。まあとりあえず、地上はですね、まあ、中国を制圧したので、まあさらに進行したいなと思ってます。まあ二手に分かれるかな。うん、ここも制圧したいからね。まあいろいろ完成したわけなんですが、まずアレキサンドリアか。これはね、まあともかく中途半端でまあ最大射程が3、搭載数が5、これも中途半端ですよね。で、索敵も B ですからね。なんですけども、廃棄すれば1万3000もらえます。まあ、今資源に余裕もあるし、まあ、あえて廃棄しなくてもいいので、まあ、とりあえず残しておきます。まあ、なんか、必要な時には、もう、なんだろう、優先的に廃棄しておこうかなと思ってます。あとは、陸100回はですね、これはまあ地上で使うんですけども、まあ、とんでもないユニットで、海だろうが山だろうが関係なしに進んでしまうという、とんでもない機体ですね。まあ、頼りにはなりますね。あとはゼータプラス。これは地上戦仕様のゼータガンダムなんですけども、元のゼータガンダムと比べると若干性能が落ちる代わりに、まあ、安く生産できるという、まあ、そんな感じのユニットですね。はい。で、このバリエーションがね、優秀な機体があるんですよね。だから、まあ、作っておきましたけども、まあ、陸100回を地上に向けて、どこがいいかな、もうオデッサあたりに、エドッセ上空あたりに飛ばしておきますかね。それで、ゼータプラスは残しておきます。宇宙では使えないんですが、まあ、後で宇宙船仕様に改造できるので、まあ、ここに残しておきます。まあ、そんな感じかな。あとは、プランをもらいましたが、まあ、いろいろ開発したいんですけどね。うん、これ作っておきますかね。まあ、これは地上戦仕様のゼータプラスに砲撃能力を、まあ、付加するという、まあ、そういうプランですね。はい、来ましたね、重機部隊。緊急事態です。ティターンズがグラナダにコロニー落としを実行しています。なんだと、ティターンズはグラナダを滅ぼすつもりか。報告します。アーガマのエマシーンの活躍によりコロニーの落下軌道を変えることに成功しました。よくやってくれた、エマシーンには感謝すると伝えてくれ。グレックス君、グラナダ市民を代表しお礼を言わせてもらいたい。よくコロニーを阻止してくれた。敵部隊が侵入してきました。防衛戦を開始します。はい、まあ、山ちゃんのおかげで今のでアラメントが上がりました。というわけで暴動がうやむやになりますじゃあグラナダ防衛戦やっていきましょうか。バーザムがいますね。これはティターンズの新型機、かなり強いですね。あとはマラサイとハイザックが、まあ、ちらほらいると。よし、まあ、この辺を、まあ、陣取りながらやりたいかなと思いますけど、リック・ディアス後期生産型が10部隊ありますね。まあ、そんな感じです。あとバーミンガムとかね。よし、じゃあやっていこうかな。まあ配置していきましょう。まあファブリックをうまく使って戦っていこうかなと思っております。まあ、リックディアス出しておきましょう。まあ、この辺に置いておこうかな、とりあえずね。で、散布していきます。で、とりあえずが24部隊かな、あるので、まあ、こんな感じで、とりあえずは配置しておこうかな。
今回あの戦艦バーミンガムも初めて使うので楽しみですね。よし、じゃあやるかな。これはまっすぐ押してくるはず。うん、はい、これだね。バーザムがここまで来る。だからここに何かを配置してバーミンガムを配置しようかな。よし、散布してここに置きましょう。まあわざと先手を取らせて戦っていこうかなと思います。今 55%、 まあこのぐらいあれば十分かな。でリック・ディアスをここに置いてですね、あとはまあ実弾関節攻撃で戦っていこうかなと思ってます。じゃあバーミンガムに食いつくかどうか見てみようか。あ、来そうですね。まあ、かなりの感じで食いついてくる感じかな。うん、すごいですね。これは防御します。さあどんな感じかな。うん、まあ格闘もらうぐらいにしよう。これは全然大丈夫ですね。しっかり散布もできたし。はい、でバーミンガムを残してある理由は索敵能力が高いからです。ただしここできなかったということは、ですね、この3部隊で攻撃できない感じか。じゃあこのバーザム狙おうかな。これを攻撃にしてこのヘクスをかく乱します。であとは関節攻撃を当てていくと、まあこんな感じでね、少し前に出すか、防衛線を少し前にして、あとはそのバーザムにとりあえず集中狙いしたいかな。散布もう少し上げるかな。偏見の偏見は今回腕の見せ所ですよ。まあこんな感じしようかなと思います。艦砲射撃はとりあえずいいでしょう。よし、じゃあ見てみようか。その2部隊の集中狙いしてます。盾がないので意外と脆い面もありますね、バーザムはね。うん、よしよし、いい感じだね。あ、なんかこう広がってくる感じですね。集中狙いしてくると防御して、さあどんな感じかな。あ、ハイザンクか。これはさすがに実弾食らっちゃうもんな。うん、まあこんな感じだと、まあまだ持つけどな。まあ艦砲射撃は大したことないが、でもミノフスキー粒子の濃度が上がってるはずだね。これはだから手強いよね。そうなんだよな、艦船がいっぱいいるとこうなりますよね。あとハイザックか。かく乱で楽して倒せそうなのはこの辺ですね。よしよし、でかく乱幕が消えない。これね、いつ消えるかわからないんですよね。これが危ないですよね。だからさあ考えようか。リックディアス系使ってみよう。まあ、こうにして、ファブリックを配置して、こうですね。こいつ狙わせようか。うん。
まあ、これでやってみるかな。艦砲射撃もやった方がいいかな。よし、じゃあこれでやってみようか。さあ、リック電圧近接してるからな。どんな感じかな。まあ、とりあえずこれ見てみますか。ハイザック2部隊ぐらいいけたらいいな。どうですかね。1部隊やったけどな。2部隊目を無力化するに至らなかった感じ。さあ、ここ見てみようか。反撃してこないですね。うん。まあ、悪くないね。よしよし、いい感じ。いやー、新型機活躍するの楽しいね。あ、なんか上側も下側もこう回り込んでくる感じかな。こう平たくなってますね。これは反撃と。艦砲射撃が来る感じか。とりあえずの数減らされますね。でまあ、基本的にはモビルスーツ狙っていきましょう。うん、大丈夫だったな。この3部隊固まっているか。さあ、乱戦になるかな。これは陣形が、敵は陣形をこう崩しつつ攻撃してくる感じかな。ここにまだバーザムがいますね。バーミンガムの耐久回復中と。で、かくらんまか消えないな。これは不穏な感じだね。これターンの途中に消えたりするから厄介なんですよね。だからここの辺を一旦放棄するかな。この辺圧力高いから。で、弱いところを狙っていきますかね。よし、艦砲射撃でこのバーゼムを狙っています。で、あとはこのハイザックに近接して、さすがにハイザック1部隊だから大丈夫でしょう。あとはここをですね、撹乱してますね。まあ、5部隊で狙ってます。このバーゼムを倒したいなという感じですね。まあ、部隊数を減らせれば。で、このハイザックを間接攻撃で。で、とりあえずはここに配置してますね。ちょっと見づらいですけどね。防衛線を、まあ、この辺を放棄してね、この辺を防衛線にしようかなと思います。まあ、敵の弱い部分を叩く感じ。部隊数を減らせれば有利に立てる。よし、じゃあこれ見てみようか。うん、バーザム近づいてくるな。これは狙い目なんじゃないかな。ただし、格闘もらう感じか。うん、あんまりもらわなかったね。いい感じだね。よしよし。さあ、これ、どうですかね。敵倒せるかな。まあ、ダメか。でも、ダメージ与えましたね。かなりダメージ与えました。じゃあ、これ見てみようか。これはやってくれるでしょう。よしよし。で、艦砲射撃。よーし、いいぞ。部隊数減らすの重要ですよね。うん、まあ固まってるかな、敵は。艦砲射撃ぐらいではもう全然大したことないですよね。さすがリック・ディアス。レックディアス系いい感じですね。この辺固まってる感じだな。戦闘を中断します。もう一旦かかる見込み。報告します。アーガマがコロニー落とし作戦の指揮官ジャマイカン・ダニンガンの部隊と交戦し、これを撃破しました。なお、この戦闘でジャマイカンが戦死したようです。報告します。我が軍に対する暴動が鎮静化しました。はい、アライメント見ようか。
エマちゃんのおかげでアレメント回復しました。うやむや。まあこんな感じですね。はい、まあ状況見ようかな。まあ防衛戦は気になりますよね。まあだいぶ数は減らしたんですけど、まあまだ、まあ、この辺にかなり固まってますしね。まあ油断はできない感じですね。リックデース K、まあ使い方次第で全然戦ってきますね。はい、じゃあ今回はこのくらいで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。